コスノ元環境大臣。メガソーラーには絶望しかない。ガネットではない。内容はこちら。細野元環境大臣がメガソーラー産業に苦言を呈しているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。細野元環境大臣がメガソーラー産業について次のように語る。根本的な問題は、メガソーラーの買取価格を高くつけすぎたことです。産業用の電力買取単価は、2012年は40円プラス税を20年間約束するというものです。今では10円プラス税を20年間ですから、およそ4倍です。高い値段をつけすぎてしまったがために、発電に適していないところでも十分に収益が可能となってしまい、自然環境や住民にとって迷惑な場所での開発が全国各地で起きてしまった。急斜面で作ったり、森林を伐採するので、地域全体の保水力が落ちて、土砂災害が起きます。10年前の権利を持っている人、もしくは転売を受けた人は、あと10年間は権利を持っていることになりますから、無理にでも開発しようという動機が生まれてしまいます。もし、今の10円という価格なら、森林を開発してまで収益を得ることはできません。今起きている、このエネルギー危機を解決する策は、原発再稼働しかありません。再稼働というぐらいですから、一度は動かした実績があります。ブラックアウト、大規模停電リスク、産業リスク、低所得者がエアコンを切ることによる熱中症、健康リスクなど、一刻も早いエネルギーの安定供給を図るべきです。今すぐにやれることは、原発再稼働一択と言って過言ではありません。ゆるパンダは、細野氏の考えに賛同します。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。そらそうだろとしか。大賛成です。もう、稼働は着々と進んでいますので、無用な SDGs を何とかしていただきたいものです。お、たまにはいいこと言うやんけ。そうだ、日本は原発一択だ。やはり、電力不足を補うためにも、原発一択だと思います。次はこちら。米国の制裁で、チャイナは日本に在庫一掃の押し売りをするはず。売国政治家を黙らせてください。中国製のメガソーラーは、すぐ使い物にならなくなるお荷物。小池には絶望しかない。小池都知事の暴走をなんとか止めないと、このままでは日本がソーラーパネル大国になっちゃいますよ。次はこちら。まさか木を切り倒して山の斜面に設置するとか想定してなかっただろうが。パネルの下は市の砂漠。堤防に太陽光パネル設置して河川氾濫の原因になってたしな。近所の公園のソーラーパネルがこの間の大雨で水没したから大被害らしい。ソーラーパネルはろくなことない。メガソーラーでの環境破壊が全国で起きてますね。対策をよろしくお願いします。メガソーラーで破壊された自然はそう簡単には戻ってきません。これ以上環境破壊を生んではいけないと思います。最後はこちら。太陽光は廃棄の問題もある。廃棄費用を設けた企業に払わせるべき。太陽光の恩恵を受けてない国民に押し付けるのはやめてほしい。都民ではないが、新築の屋根に太陽光の条例にもストップをかけるべき。利権に救い、私腹を肥やす人々。あまりにも醜すぎますよ。結論。メガソーラーで私腹を肥やす人々。ソーラーパネル利権に群がる政治家。そういった人たちは、ソーラーパネルによる環境破壊や、自然災害によるソーラーパネルの惨状をちゃんと見ているのでしょうか。まさか見て見ぬふりなのでしょうか。自分が儲かればあとは知らぬ存ぜぬなのでしょうか。そんなの絶対に間違ってると思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、
この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。